さんこんにちは、かっちゃんです。ビアールということで、今日はバレンタインレシピ第5弾ということで、この間地元の道の駅に行った時にスノーボールっていうまん丸のクッキーがあると思うんですけど、それを食べてね、あ、すごい美味しいなと思って、今日はスノーボールを作ろうかなと思うんですけど、節分に残った豆をまた使いながらきな粉を作って、バレンタインのチョコスノーボールと2種類のスノーボールを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。室温に戻したバター 35g をボウルに入れ、クリーム状になるまでよく混ぜたら、グラニュー糖 15g を加え、白っぽくなるまで混ぜ合わせていきます。バターとグラニュー糖を混ぜ合わせたら、薄力粉 40g、 アーモンドプードル 15g、ココアパウダー 10g をボウルの中で混ぜ合わせ、ふるい入れていきます。粉類をふるい入れたら、サクッと切るような感じでひとまとめにしていきます。全体がまとまってきたら、ラップの上に材料を取り出し、ラップで包んで正方形に形を整えたら、冷蔵庫で30分間休ませていきます。はい、では今回は残った節分豆を使ってきな粉味も作っていこうかなと思うので、節分豆をブレンダーやミキサーで粉末状にしていきます。節分豆が粉末状になったら、ふるいにかけていきます。ではこんな感じでふるいにかけて、しっかりと細かくなったら、節分豆で作るきな粉の完成です。節分豆余った時に本当お餅につけたりもできますし、なんだかんだ使えるので、もしね、節分豆余った方、よかったら参考にしてみてください。もしない場合は市販のきな粉を使っていただいても大丈夫です。薄力粉 40g、 アーモンドプードル 15g、 きな粉 10g をボウルの中で混ぜ合わせ、先ほどと同じく合わせておいたバターと砂糖にふるい入れながら混ぜていきます。はい、ではきな粉バージョンも冷蔵庫で30分間休ませていきます。はい、では生地を30分休ませたら、オーブンを170度に予熱し、オーブンの天板にクッキングシートを敷いて、休ませた生地を12等分していきます。生地を12等分したら、手のひらでコロコロと転がし、生地を丸めたら少し押さえて天板に並べていきます。形を整えて天板に並べたら、170度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。はい、では焼き上がったら冷ましていきます。はい、ではクッキーを冷ましている間に、何でもいいのでこのような調理用袋に粉砂糖大さじ2に対してココアパウダーを小さじ1、小さじ1と、きな粉も小さじ1、だいたい 3g ずつですね、加えて、袋の口を閉じて振りながら粉類を合わせておいてください。ではクッキーが完全に冷め切らずに、ほんのり温かい状態で、調理用袋にクッキーを入れて周りにまぶしていきます。では沸騰をまぶしたら、しっかり粗熱が取れるまで冷ましていきます。
ーな粗熱が取れたので、これまたダイソーで買ってきたんですけど、こんな感じのカップがあったので、これに入れていきます。こんな感じに出来上がりました。はい、ではこんな感じでバレンタインサクホロ食感2種のスノーボールの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はバレンタイン2種のスノーボールを作ってみました。それでは本日はふわらてで乾杯。くーカフェイン。じゃあ早速いただきましょう。今回は私ね、道の駅行くのすごい好きで、よく行くところがあるんですけど、あそこパン屋さんとか入ってて、すごいねスノーボール美味しかったので、今回はバレンタインっぽく作ってみました。ちょっと潰しすぎましたね。もうちょっとねポコッとこうドーム状になるようなくらいの丸型でよかったですね。じゃあチョコからいただきます。サクホロ、うん、バターをしっかり室温に戻して、そこに砂糖を加えて白っぽくなるまですり合わせて、粉類を入れた後にこう切るように混ぜながら、最後になんていうかな、こう押しまとめるような感じで材料をまとめることによって、サクサクホロホロの生地に仕上がって、普通のクッキーよりこのサクッとホロっとした食感がバレンタインにも喜んでもらえるようなレシピになってます。きな粉もいきましょう。うん、でバレンタインらしくココアパウダー入れてチョコ味にしたりとか、まあ、前回も節分の豆の残ったレシピやったんですけど、節分豆って言ってあるので、ほんとブレンダーとかミキサーで細かくするときな粉が作れるので、今回も 50g 吸ってまだ半分くらい残ってるんですけど、こうやってクッキーの生地に入れてもすごく美味しく使い切ることができます。バレンタインに作ったあれなんですけど、うちはこっちのねきな粉の方が好きなくらい、すごくクッキー生地ときな粉がよく合ってます。うん、きな粉はめっちゃ美味しい。結構工程も少なくて簡単に作れるんですけど、割にサイズが小さいので一度に大量に作れるので、バレンタインに友達に配ったりとか、結構大量にね作りたい方にもおすすめのレシピになってます。今回はチョコときな粉の2種類で作ったんですけど、いろんな味付けで応用が効くので、プレーンにしたかったらそのまま薄力粉 10g 増やしてもらえばいいですし、抹茶パウダーやいちごパウダーにする場合も、ココアパウダーの 10g とココアパウダーの 10g をそちらに変えながら、基本のベースの生地の材料にプラスアルファでいろんな味付けに作り変えることができます。なんかこういろんなね色作っていろいろ詰め合わせてプレゼントしてあげても喜んでもらえるんじゃないかなと思います。ほんと生地がねめちゃくちゃサクサクホロホロですね。うん、はい、ということで今日はバレンタイン2種のスノーボールを作ってみた動画でした。サクッとホロッとした食感がすごく美味しいレシピで、節分に残ったきな粉を入れたり、バレンタインらしくココアパウダーを入れたり、お好みの味付けでいろんな応用で作ってもすごく美味しく仕上がるレシピだと思います。工程が少なめで割に簡単に作れるレシピなんですけど、このサクッとホロッとした食感がすごく美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録よろしくお願いします。シャバダバイスノボー。完璧に自分用。